Hello friends! 大家好。皆さんこんにちは。刺繍と猫と旅の京子です。今日は104話目、前回のバッグの続きになります。緊急事態が起きまして、後半部分の動画がほとんど消えてしまいました。これはとっても悲しいですね。これ動画をやってる方はもしかしたら経験あるのかなと思います。ちょっと初めてだったのでショックですね。なので改めて最後ちょっと全体的に動画撮ってみました。今日も本当は質問に答えていく予定だったんですけども、刺繍を習いたいですっていう質問だったんですね。あ、もうこんなドジな私から習いたいのかな、いいのかなっていう質問だったんですけども、もしかして私からではないのかもしれないんですけど、もし私がと考えて、完全に教えるっていう形じゃなくても、なんかみんなで楽しく刺繍ができる場を作れたらなっていうか、そういう機会を作れたらなっては思ってます。日本でも海外でもやってみたいですね。刺繍にはまると結構本当一日あっという間なんですね。だからステイホームにはもってこいの趣味かもしれません。簡単で可愛いモチーフをちょっと考えてみようかなと思います。で、動画で発表しようかな。ワンポイント刺繍なんかいいかもしれませんね。 T シャツとか、ハンカチとか。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。 See you next time! Bye bye!